はい、皆さんこんにちは。11月6日日曜日でございます。皆様サンデーいかがお過ごしでしょうか。今日もアバン市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。さて、いやヒューストンに決まりましたね。決まったんですけれどもね、皆さんね、昨日ねちらっと話したんですけども、ちょっとねキャッチャーというのを忘れちゃったんですね。ピッチャーって言ってしまいました。あのキャッチャーのですね、マルドナード、マーティン・マルドナード、エンジェルスにいたんですけど、彼はもう結構ずるやるんですよ。やっぱりね、エンジェルスにもそうなんですけど、もう負けるとかね、なんか大事な時にね、何するかっていうと、あの白い線があるじゃない、あの自分が立つところ。後ろにいるんだけど、その上に足を、もうその近くについて、それで相手にね、ボール、内角に下げると、もう手を出して、そのデッドボールにするんですよ。ピッチバイ、ヒットバイピッチって言うんですね。で、まあ、とりあえず彼が出て、それでこう、うまくいくんじゃないかなって、彼がよくやることなんですよ。もうやっぱりね、ズルはね、止まらないわ、これは。非常に残念ではありますがね、その話がですね、今話題になってるんですね。本当にね、これです。はい。では行きましょう。どうぞお願いします。はい。フィリーズ対アストロズのゲーム6、11月5日2022年。ワールドシリーズの最後のゲームとなったフィリーズ対アストロズゲーム。ヒューストン・アストロズのキャッチャー、マーティン・マルドナードが故意的に腕を出してデッドボールにした。アストロズの不正行為、ヒューストン・アストロズのチーティングが止まらないとまた話題になっている。さらに、アストロズのキャッチャー、マーティン・マルドナドはワールドシリーズのゲーム1で違法バットを使用していた。まあ、とにかくね、あのスレスレとかね、なんかにうまい具合になんかいろいろやってるんですよ。だからそのバットもそうなんですけど、これもそうなんだけど、もう変わらないのよ。もうみんな言ってるのか気持ちはわかるけど、あのうちもね、子供の時に、子供のほら、あの野球あるでしょうね、あの例えばね、もうあのデッドボールだったら子供も出るんですけど、結局はね、あのピッチャーにね、投げづらくなるんですよね。子供の時に、特に内角にあって広くあれして打つんじゃないんですよね。あのほら、一番アルトゥーベがね、こんなに離れてあれでしょう。でも彼も離れてはいるんだけど、もう、ま、もうなんか大事な時に何回もやったことあるんですよ、彼は。だからあれはね、ちょっとそのうちにね、なんかね、あのすごいところにもうボール打たれるんじゃないかと、ちょっと怖がってるんですよ、僕は。心配だね。まあ、それの一本ですね、これですよね。はい、マーティン・モルドナード。ここはね、ほら、こんなに貼られてるんですよ。ね、後ろ側なんですけど、これ見てください、皆さん。はい。もうね、ほとんどね、ベースの上なんですよね。それで顔がね、こうなんてもの前の方に来て、それで、はい、どうぞって言って、こう、はい、どうぞって打たれて、そこにまたね、あれ、ちゃんとね、あの、プロテクションがしてるのよ。だからちょっとずるいところあるんですけどね。まあ、じゃあこれを画面もあるんです。これ見てみましょう。はい、どうぞお願いします。ほら。ほら、全然痛くなさそうにしてるよね。もうわざとだから。ほら、リーンインって言ってます、もうあれね。やっぱりね、悲しいよね、でも。で、まあ、これも見つけたんですけど、これ違う。ね、これはね、マリナーズですね。マリナーズの時もやったんですよ。その時もほら、こう、あの、とにかくあそこにど真ん中に待ってたんですよね。だから、これじゃね、ピッチャーも投げづらいでしょうけど、まあ、そういうことがあるみたいですよ。で、これは何でしたっけな。これは昨日のあれですね。はい。はい、どうぞ。それでね、あの一応あのほら、こんなんじゃね、文句言ったんですよ、冗談じゃない、これ出したんじゃないかと。で、アンパイアも、いや、そんなことないですよって言ってんだけど、だから、すれずれにやってるんですよ。非常に悲しいですね。まあ、あのせっかくね、おめでたいなんですけど、ちょっとね、ずるさは変わらないんじゃないのか、本当に、もう怒るでって感じでございますけどね。さて皆さん、野球がもう終わりましてね、もううちの家内がですね、この、 あの野球のところに出てる、その、この、まあ、記事なんですけど、
うちの家内がね、ゲラゲラ笑ってね、これはすごいなと言ってたんで、ちょっとね、取り上げさせていただきましたけどね。このマークわかりますよね、皆さん。テスラ。で、この方がですね、今ね、ものすごいもう人を、まあ、辞めさせていろいろやってるんですけど、まあ、すごい話題、今も話題なしではいられないということでね、これですよ、車のね、話題なんですけど、この車。いや、日本は狭いね、これね、ほんとね、日本狭い。で、それでね、このニュースがあるんですけど、皆さんもゆっくり聞いてくださいね。はい、では行きますよ。はい、どうぞ、お願いします。テスラモデル Y 買いました A と、雨の中、ワイパーのスイッチがない、戸惑いだらけの初運転。モデル Y の納車後に待っていたのは、雨の初ドライブだった。写真はコーティングした直後のもの。テスラ、モデル Y が発売されたと同時にとっさにポチってしまった一編集者である筆者。うん、3ヶ月待ってようやく納車され、今後はこれから始まるテスラとの生活を EV 初心者の消費者目線でレポートしていこう。うん、さて、満充電でキロに着いたが、待っていたのは高速であたふたとパニックに陥る筆者だった。雨の中、操作がわからない。東京、東雲のスーパーチャージャーで満充電してからキロに着いたが、当日は雨が降っていた。駐車場でやったことはナビに自宅住所を入力しただけだ。しかし後から思えばそれが間違いだった。ん？私が出発前に運転に関して確認していたことは、ハザードランプのスイッチがルームミラーの上部にあることと設置されていた ETC 機器に、持ってきた ETC カードを差し込んで、ちゃんと認識されたことを確認しただけ。おう。それだけで走り始めてしまう。そしてナビの誘導通りに運転を進め、そのまま首都高速に入ってしまった。うん、外は雨、うん。しかもすでに周りは真っ暗で気温も下がってきた。うん、となると、そう、フロントガラスが曇ってくる。ワイパーは、なんとか左のウインカーレバーの先端を押すことで動くことが分かった。おう。しかし一回しか作動しない。え？雨はだんだん激しくなるが、自動でワイパーを動かすスイッチがわからない。おお。そうだった。この車はスイッチ類がないのだ。そんなことは最初からわかっていたことなのだが、甘く見ていた。おお。何も考えずにキロについたことに、本当にバカだな、と自制しつつ、車を走らせ、操作がわからないタッチパネルを触ってみるがなにも解決しない。高速道路だから脇に寄せて車を止めることもできない。あ、できないんだ。完全にパニックに陥る僕。今までの車であれば、記号が描かれた物理スイッチが運転席と助手席の間のパネルに適当に並んでいて、それを押すことで必要な機能を作動させることができた。ワイパーもほとんどの機能がレバーに搭載されていたので、まさか連続して動作させることができないとは思わず、運転しながらボタンを長押ししてみたり、素早く2回押してみたりしたが、やはり1回しか動作しない。そのうちフロントガラスの曇り具合が激しくなり、前が見えなくなる。大変だ。そんな状況でも曇りを取るデフロスターのスイッチがわからない。雨は激しくなる。ウインカーレバーの先端を何度も押しながら、フロントガラスの曇りの合間からなんとか前方を確認し、運転を続ける。ようやく出口を見つけ、一旦首都高速を降りることにする。降りなきゃできないんだ、うん。しばらく走って道路が広くなったところで脇に車を止め、タッチパネルからマニュアルの項目を見つけて、とにかく今必要なことを調べ、改めて、ワイパーとデフロスターを動作させて、やっと安心して雨の中を帰宅することができた。自宅のガレージはギリギリの横幅。帰宅した僕に待っていたのはガレージにテスラを止めるという作業だ。オーマイグッネス。何を大げさなと思われる方もいるだろう、うん。しかし僕にとってはとても大変な作業だ。うん、というのも自宅のガレージは横幅が 230cm 弱しかないのだ。2300mm。モデル Y の横幅はミラー全開で 2129mm。ミラーを閉じて 1978mm だ。物理的には収容できるサイズではある。ガレージに小さな電灯はあるが、
真っ暗な降りしきる雨の中、ガレージに車を止める作業がとてつもなく大変に感じられる。Oh my goodness. 慣れきった車を止めるのであれば問題はないが、納車されたばかりの車を横幅ギリギリのガレージに収めるのははっきり言って強烈に困難な作業であり、失敗した時の精神的衝撃を考えるとそろりそろりと確認しながらやるしかない。うん、しかもガレージの左右中心に止めてしまうと自分が出られないという状況に陥る。確かにそれも大変だ。左足ギリギリに止める必要があるのだ。これは僕特有のことなので読者の皆さんは笑って読んでいただけると。いや確かに笑ってますけどね。こちらは真剣。すいません。左端を入り口にぶつけてしまえば後悔でその夜眠れなくなるのは間違いない。おそれどころか修理費が高いと言われるテスラをそう簡単に傷つけるわけにはいかないのだ。高いんだ修理費。恐る恐る少しずつ何度も切り返して、うん、やっとドアを開けて自分が出られる程度まで無事に止めることができた。うん、もちろんドアは全開にできないので15センチメートル程度の隙間から降りることになる。この時ほどコロナ禍で太らないように5キログラムダイエットしていてよかったと思ったことはない。お腹をへこませてその15センチメートルの隙間から降りた。いやすごいこと。マニュアルを読み漁る。家に帰って改めてマニュアルを読む。そうでないとテスラは使いこなせない。うん、今までの車の延長で考えてはいけないことが初日に分かったわけだ。ガラパゴス携帯電話からスマートフォンに変えた時を思い出す。うん、テスラは新しいガジェットなのである。しかし家でマニュアルを読んでいても今一つピンとこない。うん、マニュアルに書いてあることはテスラに乗ってタッチパネルを操作しながらでないとわからないのだ。それでもわからない部分はある、うん、運転中の表示のことや操作のこと、うん、こればかりは運転しながらということになるがそれはそれで危険だ。結局マニュアルを読み込んで操作を記憶して運転に挑むことになる。うん、車を買って記憶力が試されるとは思わなかった。そして翌日雨はまだ降っていたが、うん、予約していた近くのコーティング会社にモデル Y を預けに行く。うん、ここはウェブサイトにテスラモデル3を数多くコーティングしている実績を掲載していたので慣れているだろうと選んだ会社だ。受付の時も担当者はためらうことなく順調に受付が終わる。うん、引き取りは夜だ。雨が止む様子はなかったのでコーティングしたばかりの車を雨の中走らせても大丈夫ですか？と確認すると、まあ当然なんだが全く問題ありませんよと依頼られ、その言葉を聞いて改めて安心して車を預けた。なるほど。夜ピックアップに行くと、そこにはキラキラを輝く僕のモデル Y がいた。へー。冒頭の写真のように水もきれいに引く。このピカピカがどれだけ持つのかは現状では未知数だが、1ヶ月間は洗車しないでくださいということ。1ヶ月後に無料で点検洗車してくれるそうなので、うん、その時までは洗車しないでおこうと思う。1ヶ月間ね。ガソリン車との鮮明な違い。うん、さてこれでいつでもテスラを走らせる環境が整った。うん、初日はその走りを感じる間もなく雨の中パニクっていたわけだが、改めて落ち着いたところで今まで乗っていたガソリン車との違いを感じることができた。まずこれは僕より家族が乗って開口一番言ったのだが、車内が臭くないということだ。うんうん、なるほど。カワシート特有の新車の香りはおろかガソリン臭さが全くない。お新車の香りは心地よいものではあるが、それはカワシートの香りでもあった。うん、それがモデル Y は革ではなくビーガンシートと呼ばれる 100% 動物性レザー不使用のものを使用している。ハンドルも同じだそう。そのせいで各特有の香りがしないのだ。また当然のことながら車のどこにもガソリンは存在しないのでその匂いもない。実は納車前に消臭用にイオン発生器なるものを購入していたのだが、これも必要ないほど車内は嫌な匂いがしないのだ。すごい。少し考えればわかることではあるが、新鮮な体験である。うん、そして、その走り。走りといっても、スピードを楽しむほど若くはない。注目すべきは、その加速だ。うん、
モデル Y は加速モードを3つのモードから選択できる。マニュアルによると以下の違いがあるようだ。チル、加速が制限され、快適な乗り心地でゆったりと運転することができます。スタンダード、通常レベルの加速を提供します。スポーツ、通常レベルの加速を提供します。僕のモデル Y では納車されたばかりの走りのモードはチルになっていた。加速モードが選べることも知らずに走っていたのだが、特段の違和感はなかった。なるほどね。だが、実はアクセルを踏んだ時、ガソリン車にも似た少しもったりとした感覚があった。EV 特有のトルクが感じられなかったのだ。これは僕のモデル Y のグレードがパフォーマンスではなく RWD だから仕方ないのかなと思っていた。だが、マニュアルでその加速モードが変更できることを知り、スタンダードに変更すると、アクセルを踏んだ時の加速は今までのもったり感はなく自分の思っていた通りのものが得られたのだ。これこれ、このトルク、加速が欲しかったんだよな、と、がぜん運転が楽しくなったのだ。EV 初心者の僕は、日々テスラを運転していると日々いろんな出来事、発見がある。すでに EV に乗り慣れた方にとっては、そんなことも知らないのか、と思われることもあるだろうが、一般社団法人日本自動車販売協会連合会が発表している燃料別販売台数、乗用車によると、2022年1から9月の月間販売数から算出したデータでも、EV 販売率は 1.3% 程度だった。これからまだまだ普及していくであろう EV。中でもテスラは特殊なのかどうかも含め、今後も検証していきたい。すごいですね。笑う気持ちわかります。いやー、それにしてもね、アメリカと違うんですね、皆さんね。アメリカで車買うと必ずね、全部説明して、まあ説明してもね、すぐ覚えられない。まさか雨降って、そこで、どこ押せばね、これがバイパーが出てくるのとかね。いやいやいや、ご苦労様でございました。すごいですね。いやいやいや、これがワイパーですけど、水がコロコロって来てるんだけど、水は取らないんだね、これね。一回でおしまいなんだ。まあだけど、それは分かればもう大丈夫ということで、このね、しかも、こうギリギリですよね、なんかね、ここ、ほら、ギリギリ。はい、ということでございました。はい、ということで、これもちょっと皆さんにご紹介した。勝地清原さん。清原さんの息子だと思うんですけど、まあ、ちょっと行きましょう。注目されることをプラスに、名選手の父を持つ重圧がありながら清原勝治がはつらつとプレーできる理由。チームの勝利を最優先に。慶応義塾校清原勝治は専大松戸高との関東大会準決勝で7番三塁で先発出場。3対5の10回裏にし、プロ注目の151キロ右腕、平野大地の前に夕頃で最後の打者となった。NPB 通算525本塁打を記録した清原和博氏、元オリックスほかの次男勝治は、慶応義塾校、神奈川、津の三塁手、7番3である、今週の神奈川大会で準優勝。神奈川2校として出場した関東大会は、来春の選抜の重要な資料、慶応義塾校は2試合を勝ち上がり4強進出を遂げ、5年ぶりの出場を有力とした。清原は常磐大高、茨城との1回戦で本塁打、高校通算8号。専大松戸高、千葉に延長10回の末に惜敗した準決勝までの3試合で10打数2安打2打点をマークした。七譲りの打力だけでなく、三塁守備は軽快で幾度も攻守を見せた。本格デビューを飾った今週以降、公式戦のたびに多くのメディアが試合後の取材で取り囲む。注目されることをプラスに変えている。いつも笑顔で報道陣の質問にハキハキと応じる清原。常に前向きであり、自身のプレーのことよりもチームの勝利を最優先に動いている。記録と記憶を残した名選手の父を持つ重圧は本人にしかわからない。しかし、そんな素振りは一切見せない。なぜ、このような心理状況なのか。慶応義塾高校野球部では、
メンタルコーチとして吉岡慎二氏から指導を受けている、うん、へ清原は解雇する。高校に入った時はいろいろとプレッシャーがあったり、そこでいろいろな人と出会って吸収刺激を受けながら人として成長している、うん、父からの言葉も支えに。2対2の6回裏に西1、3塁一走がディレードスチールを試み、捕手が二塁へ送球すると、三走、清原は直後にスタートを切り、遊撃手の本塁役送球の間に生還した。すごい。積極走塁も売りだ。足が速いってことだね。父からの言葉も心の支えだ。うん、帽子のつばの裏には、父直筆の文字が記されている。へぇ。己を信じてリラックスセンター返し。うん、父は PL 学園校、大阪で1年夏から3年夏まで5期連続で甲子園に出場し、夏2度の優勝。歴代1位の13本塁打を放った。かつて父が躍動した舞台に立つ権利を次男、勝次が今週、関東大会4強進出により手繰り寄せることができた。へー。課題も出た。専大松戸高との関東大会準決勝では3対5の10回裏にし、プロ注目の151キロ右腕、平野大地の前に夕頃で最後の打者となった。自分が想像していたよりも早くて、すごいピッチャーでした。しっかりと次は平野くんのまっすぐを打ち返せるように頑張りたいです。清原は理想の打撃を語る。センター返しで、バックスクリーンにホームランを打ちたいです。173センチ80キロ。うん、冬場は筋力アップを目指し、一層ゲームで戦える体作りに専念していくという。選抜出場36校が決まる選抜選考委員会は来年1月27日で、開幕は3月18日。早くも2023年の球春到来が待ち遠しい限りである。うん、いやいやいや、やっぱりね、ジュニアがどん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 頑張って、アメリカでもすごいジュニア頑張ってますし、日本でもジュニアがね、こうやって頑張ってるということでございますんでね。確かにね、あそこのジュニアはできなかったんですけどね、ジャイアンツの、王と原、三塁守ってた、すごい、長島さん、長島さんの息子さんはね、ちょっとあれだったんですけど、他の子はどうなんでしょうかね。はい、ということで、ございました。そういうことで、今日もですね、皆様からの意見をいっぱいいただいております。それ以外のものもあるんですけども、どうしようかな。じゃあ、時間のもあれもあるんで、皆さん行きましょう。はい、では行きましょう。まずはですね、天和子さん。はい。天和子さんですね。今日はね、天和さんも新しい方でございまして、私もその、チャンネルを登録させていただきました。私のチャンネルの登録ありがとうございました。では参りましょう。はい、どうぞ、お願いします。天和子さん。コメントありがとうございます。ドルフィンさん、はじめまして。はじめまして。加藤選手は入団インタビューで4番でキャッチャーをやりたいと言っていましたよ。冷や汗。おお。横にいた新庄監督わら少々。ああ、加藤さんはやっぱり4番とキャッチャーやりたいと言ってたんですか。そうですか。どうもどうも、コメントありがとうございます。それでは続きましては、ヒロクさん、ヒコロクさん、はい、行きましょう。はい、どうぞ。ヒコロクさん、うん、コメントありがとうございます。アストロズを止めれるのは大谷しかいない。うん、世界一のアストロズでも大谷にはお手上げだった。確かにそうでしたね。まあ、とにかくね、あれなのよ、もうズルしなければねいいんですけどね。まあ、大谷さんは確かに素晴らしかったよね。まあ、あの人も、大谷さんとフレンズだったんですよね。マルドナード。まさか昨日あんなことするとは思わなかったんですけど。まあ、ということでございますね。続きまして、この方から行きましょう。たまちゃみ。たまさん、元気ですか？チャビンさん。たまちゃびんさんでございます。どうぞ。なんかいろいろ他のもの、ね、ミックスになってるみたいなんですけど。コメントありがとうございます。at effort.
皆様が知っていらしても口にしないから禁断の話なのでございます。禁断。日本人として皆様がダルビッシュのファンの方が多いですが、私がファンになれないと申し上げただけのことを。おうおう、ご理解いただければ幸いです。大丈夫です、大丈夫です。努力さんはすでにお詳しいようにお見受けいたしました。努力さんいいね。余計なお世話で愛すみませんでした。私は直球タイプ、変化球には気をつけることを学ばせていただきました。直球ね、でもね、直球でもね、変化球でもね、盗まれたら大変でございますからね、本当にもうあの辺。大変でございます。まあじゃあ行きましょう。はい、続きましてこちらでございます。イフォトさんコメントありがとうございます。アットマークタマチャリンさん、すみません、わかりにくいコメントになってしまって。冷やせたマタマダル選手の話題が出ましたので、スポーツに関しては動じない神経を持っていた方がプラスに作用しやすいかなと、単なる素人めきな見解ですが、はいはいはい、汗たまちゃびんさんが書かれていらっしゃる詩的な内容はおそらく多くの皆さんご存知だと思います。うん、汗私はあくまで大谷選手を応援する一ファンなので、他のチームや選手についてはこれから勉強していこうと思いますので、よろしくお願いします。はいはいはい、イフォッツさん、あのもうそうそうですね、勉強されて、いいですね。私もですね、このチャンネルは大谷さんのチャンネルをメインにしてるんですけど、日本の選手と日本の皆さんが好きで、そしてですね、やはりね、日本の皆が知ってるということなんですけど、僕はあのチャンネルさせていただいているものは知らなかったんで、非常に感謝しております。だからまあね、分かるような気がいたしますけど、まあ今度はね、こうなんと言いますかね、もうちょっと小さく守る、まあ、あれするかも、がいいかもしれないんですけど、小さくまとめれば、ただしそこで内容がわからない部分があるのでね、本当にね、たまちゃびさん、エフォートさん、ありがとうございます。それでは参りましょう。また、エフォートさんとちゃびさん、まだ続いてますよ。たまちゃびんさん。はい。At effort。ごめん、遊ばせ。ごめん。アスリートの場合、メンタル的に肝が据わっていると、プラスに働く要素が多いかな思っている次第です。ほう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 。のご意見が W 不倫にどのように関係するのでしょうか。うん。誰でも別人に愛情を感じてしまうことはあるでしょう。うん。しかし、既婚者同士、ましては子がいるとなればその方法を考慮すべきではないでしょうか。うん。私は現在、仕事の傍ら一人親、うん、私別は含まないの支援をしていますが、保護者の方からよく相談をされます。うん、内容は小学生までは普通に振る舞っていたが、中学生になったあたりから自分に父親または母親がいないことにわだかまりを持ち、保護者を責めることがありますと、子が自我に目覚めたあたりからこうした場面の相談をよく受けます。わかります、わかります。アスリートであれば、何と言われようと肝を据えてやりたいことをやっても良いとの解釈でよろしいでしょうか。うんうんうん、無知な私にはよく理解できません。ぜひ、ご教授くださいませ。いかがにも、エファトさんですこと、ウフフ。はい、ちょっとよくわからないんですけど、うちの子がですね、野球やってて、ピッチやってたんですよね。ものすごいね、いいピッチングでバーバーカバー投げたんですよ。今おっしゃってるようにね、何にも知らないで、どんどんどん投げるといいんですよ。俺がね、物心ついて少し分かってくると、なんか途端にピッチが悪くなってきたんですよ。だからね、これはね、トマシェミさんのおっしゃる通りでございます。はい、では行きましょう、最後。はい、エファトさん、タマチャビンさん、いろいろ詳しくていらっしゃるのですね。はい。アスリートの場合、メンタル的に肝が据わっていると、プラスに働く要素が多いかなと思っている次第です。ダル選手はその一例かと。ちなみにダル選手がいるパドレスはナリーグなので、リーグほど今は親近感が。冷や汗でも来季からルールが変わって多くのなリーグチームを目にするので、うん、もう少し親しみが湧くかもしれませんね、たくらみ顔。確かに確かに、まあとにかくね、もう僕はね、メインが大谷さんで、もちろん日本の選手だったらみんな好きで、たまにはやらせていただいております。ということで次行きましょう。じゃあこれが最後になるんでしょうかね。たまちゃびんさん、たまちゃびんさん、コメントありがとうございます。ドルフィンさん、
やっと思い出しました。あ、誰だろう。多分小森のおばちゃま、はい、小森和子さんだと思います。ピンポン、よくわかりましたね。独特な話し方と髪型で素敵な方でした。うん、髪型、はいはい、ちなみに髪型でわかりました。素晴らしい。アストロズ優勝してしまいました。あー、がっかりだ。サラレバではどうしようもないですが、ピッチャー交代はもう1イニング待ってもよかったのではと思うとがっかり。いや、本当ですよ。そこなの、私は。で、前からこのコーナーでね、申し上げてるんですけど、もうね、後がないじゃないですか、あんまり。そしたら彼歩かしてもよかったんですよ。でね、もう2回ほど彼内角に投げてですね、ウィーラーピッチャーが投げて彼打ち取ってるんですよ。わざわざ左のいいとこでパーッとこう、もう、よくわからないんですけどね。まあ、たらればはないですね。おっしゃる通りです。しました。レイカー監督、本当に嬉しそうでした。嬉しそうだったね。加納舞子さんと翔平は、明治ザバスの栄養管理士が同じ人で、カリオさんから栄養士に頼んで翔平を紹介してもらったそうですが、加納舞子さんは相当匂わせで、チャラチャラしてますので無理ではないでしょうか。おー。しかし、翔平も匂わせを知らないはずはないので、こればかりはわかりませんね。しかし、あれですよね。日本ではですね、男性が好きだって言ったら好きって言えないじゃないですか。でも、いろんなものを救ってあげたりとか、いろんな周りのこといろいろすることによって、向こうが気がついてくれるかなと思うんですよ。だから、そういった面でね、さくらちゃんね、私はよく日本でね、留学生、アジアの学生がね、日本の田舎の方に、みんな車に乗ったりなんかして行ってたんですけど、その時、そのバスの中でね、いつも見てたんですよ。バナナ売りのね、有名なね、だから、その人もなんかね、こう、非常にシャイだったんですよね。だから、シャイの方かな。でももう大人になってくるとね、言いたいことも、まあ彼女の方がね、女性の方がなんかガーって出てくるような気がしないでもないんですけどね。トラさんもね、もう上の方で聞いていただいてるんですけど、トラさんもよ、素晴らしかったね。はい、ということで続きましょう。人の恋路を邪魔する奴は馬に蹴られて死んじまえ、という言葉もあるので、そっとしておきましょう。そうだね。禁断の話題に触れますが、はい、ダルビッシュ有は間違いなくとても優秀な投手です。はい。皆さんに水を差すよう申し訳ありません。はいはい。女性としてあるいは倫理観からダルビッシュのファンにはなれません。わかります、わかります。現在、はい、とても家庭を大切に思っているとのこと。前夫人との関係も現在は良好のようです。しかし、うん、当時1歳半の第2子を残し、現夫人結婚届け後8ヶ月で出産しました。うん、また、現夫人にも夫があり、子供もいました。ダルビッシュとは W 不倫関係でした。うん、その子はダルビッシュが引き取って育てています。うん、ダルビッシュの慰謝料も200万円だったとか、夫婦間には他人にはわからない事情もあったでしょう。うん、そうですね。しかし、私はこういった点が引っかかって喉を通りません。はい、終わり良ければ全て良しにはなれないのです。終わり良ければ全て良しっていうことあるんですけど。いやいや、タマチャビンさん、もうね、タマチャビンさんはタビンさんでありたい。だから人を変えるつもりはないし、変えるべきではない。だからおっしゃることを、まだいろんな方からの意見もおっしゃって、タマチャビンさんはもう答えられると思ってるんですけどね。だから全然問題ありません。はいはい、ありがとうございます。それでは、クラさん行きましょう。クラさんどうぞ。 GBR コラ、はい、クラさん、コメントありがとうございます。大谷翔平の嫁は NASA& 国防総省が最良の DNA で選んだ女性がいいのでは?30 年後のスーパースター、ニュータイプ、量産5人ぐらい産んでほしい。なんで5人のことなんでしょうね。まあ、うちはね、皆さんに初めて言うのかな。もう今はそうじゃないんですけど、うちは11人なんですよ。男の人は7人で、女の人は4人。しかし昔は多かったね。本当にパキスタンもすごかったんですけど、日本も昔の昔そうだったのかな。今はもう5人って何かあるんですかね。まあ2人がピッチャーで3人がヒッターで、どっちなんでしょうかね。まあわかりました。クラさんありがとうございます。それでは続きますよ。あと3つあります。はい、どうぞ。加藤ひろさいさん、ありがとうございます。
はい、では行きましょう。ヒロサイさん、コメントありがとうございます。はい、ドルフィンさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。様々な情報をいち早くご提供してくださりありがとうございました。いやいや、頑張ってます。来年もキャンプあたりからよろしくお願いいたします。はい、時に YouTube からのご収入はどれほどでした？はい、かかった経費は回収できましたか？差し支えなければご教授ください。はいはい、ね、この間初めて200何ドルもらって、皆様にね、どうやってね、まあ、10ドルぐらいのものをね、大谷さんのもの、もちろん大谷さんですけど、皆様に、ちょっと、あれ、差し上げたいなと思って、もちろん、送り金もかかるから、まあ、100ドル、150、まあ、全部いっちゃうかもしれないですけど、そういう予定でいるんですけど、どのものがいいかな、どうやって簡単に送れるかなって今考えてる、考え中、なんてございますけどね。それから今後ね、1ヶ月の末にね、またわかるので、全然もう私はね、割と隠さないタイプで、まあ、大体皆さんがね、一番最初教えるんですけど、あとは教えないんですけど、まあ、全然問題ないので、プロフェッサー、ご教授、いいですね、この言葉、ごゆく、ご教授ください。いいね、このこと大好きだね。プロフェッサーします。はいはいはい。はい、ということで、広沢さん、ありがとうございます。続きまして、ズガードン、ドンドン。ズガードン、ドンドン、ズガドンさん、よろしくお願いします。では参りましょう、どうぞ。ズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。はい、写真の人はズバリ小森のおばちゃまですね。おばちゃまですよ。一瞬学生時代お世話になった食堂の平野おばさんかと思い二度ズガダンさんは非常に面白いこと言ってくれるね。おばあさんとか、いや似てますかね。頭がね、こうフィルリットなんか、なんかすごい可愛らしい犬を持ってたんですよね、彼女はね。はい、わかりました。にしましたが、はい、いや負けちゃいましたね、残念。そう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 。でも来年の大きな目標が作れていいんじゃないでしょうか。いやでもマーシュも WS の雰囲気体感できたし、うん、あと大谷君の結婚相手に噂される狩野さんは見た感じベストなんじゃないでしょうか。英国のメーガン以外反対しません。おう、その前に結婚してるだろ、わら。え、その前に、わら。それとアストロズワールドシリーズ制覇の賭けでアメリカ人71歳の男性が107億円稼いだみたいですね。うひょう。いや、それなんですか。ちょっと待ってください。アストロズのワールドシリーズのでアメリカ人71歳の男性が107億円を稼いだ。どうやって稼いだんですかね。これはね、ズガドンさん、ズバリ教えてくださいよ、今度のコーナーでね。はい、いやいやいや、素晴らしい情報ですね、これは。はい、続きまして参りましょう。加藤さん、こちらが最後でございます。はい、どうぞ行きましょう。どうぞお願いします。加藤光さん、コメントありがとうございます。お互い好きでないアストロズで決まりましたね。そうなのよ、大谷さんの凄さが頂点に達しました。そうです。でも大谷さんの問題ですが、うん、結婚はあと2年全力で、うん、野球に打ち込んでからで良いように思います。お、二刀流ができるので花嫁を出して二刀流も何も問題ないかもしれませんがもうすでにね、あれですよね、二刀流。加藤さん、彼は二刀流ができて、それも男のなんですかね、男の子。いやー、すごいね、これは。これはもう、加藤さんならではの、コメントありがとうございました。それでは、じゃあもう続きまして、そろそろ最後になりましたけどね。はい、これはね、小森おばあちゃん、これ頭をね、ぐるぐる回してね、小森ばあちゃんでございます。で、次は今度、今日はね、難しくなりますよ、皆さん。はい。タモリさんの番組の前に、始まる前に、まあ、打ち合わせがあるんですけど、そのとこにこの子が来てました。一体誰でしょうか？これは難しいですよ、皆さん。はい。ということで、もうどんどんまたね、ちょっと長くなりましたけど、ありがとうございます。まあ、皆さんのね、皆さんもね、いろんなね、面白いコーナーもちょこちょこっとね、長くよりもちょっと短めのお願いいたします。一生懸命そういう話題のあるものを紹介させていただくようにしております。それでは大谷さんのコーナーはどこに行きましたでしょうかね。これがもう本当にね、このもうなんでここに
人からまあね、綺麗に買ってほしかったですけど、このようなね、あれはちょっとやばいなと思います。はい、ということでね、大谷さんが今日はこっちのコーナーに出てこなかったんですけど、まあ大谷さんがね、帽子のね、あれが大好きなんで、どこ、あ、これもいいかな、これもかっこいいね、ここに行きましょう。はい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 、これはね、ひっくりして素晴らしいですね。はい、でまあこれも優勝のあれです。はい、それでは See you later Alligator See you later Alligator。 それでは皆様、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。